ピエロ。あ、なんだ、なんかある。手紙。お姉ちゃんは預かった。助けたければ風船を全部割ってみな。ピエロじゃん。風船を全部割ってみなって何？うん、あ、左クリック長押し。これ持ってじゃん、持って。で、あの風船。あ、投げるんだ。なるほど。これなんだよ。掴んで。鉄球だ、鉄球。鉄球？あ、2枚抜き。めっちゃあんじゃん。超怖えんだけど。風がすげえ慣れてる。あ、あ、やばっ、怖っ、マジで怖い。あいつ投げてえもんな。怖っ。あ、もう足でいかれ、やられてんだ。で、うん、こっち。あ、で、投げられる。これ、回転かかって、回転か。まだあんの？まだあんのか。上の階とか？いや、こっちとかにあるの。あるわ。あ、結構強いですね。そうやって投げる。はい。どう？あ、いた。あ、いた、あ、いた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 。ちょ、先輩。あ、びっくりした。おい、時間が、あ、お、すごい。あ、いいよ、いいよ、いいよ。すごい、すごい、すごい、すごい。お、ナイス、ナイス、ナイス。いいよ。すごい。上の方は持ったまま。なるほど。ナイスナイスナイス。はい。めっちゃあんじゃん。やばい、あと一本。細かいのは投げないで触っていくぐらいで。二回もあんじゃん。あ、あの洗面所にも一個ありました。もう帰っちゃった。待って。はいはいはい、2回 OK？ そうですね。まだ1個ある。ナイス。あと1本。OKOKOK。わぁ！焦らず。痩せるな、これ。うわぁこれ、おい、マジかよ。いや、いいよ、でも。ナイスナイス。こうやって持って。ナイスナイス。あ、ナイス。あ、結構いって、結構いってる。ナイスナイスナイス。おー、ナイス。ナイス。うわ、いや、でも下にも、ああ、もう下に降りちゃったりしちゃった。これ無理じゃねえ、30秒。クリアさせない前提かもしれないですよ。いや、でも、いい時間だな。いけそうな気もしてくる量だね。あ、あれ？でもまだ下に落ちてたりしたもん。あれ？下に落ちてる。ああ最悪。何これ？何？うわ、こんなんありましたっけ？あれ？いや、ない。なんだ？お母さんの部屋？いや、自分の部屋だね。いや、自分の部屋じゃ、あ、じゃない。ないよ。あ、最初に開かなかった部屋だ。あ、ほんと。あー、お姉ちゃん無事でよかったな。お姉ちゃんいるじゃん。でも、怖い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 って。お、何？お姉ちゃん、解放されてない？何？あ、進んでるか。猫だ。たま。
寝ちゃってたんだ。なんか不穏な音する。タマ？なんかやだな。あ、タマ。逃げた。あれ？タマを探す。あの部屋は？なくなってる。この部屋でこの。そうですよね。開かなくなってる。お母さんの。下降りたかな？お姉ちゃん。たまー。下か。え？たまそこにいんの？どこ？はい。どこ？たまー。たまー。ドア開いてる、窓開いてる。うわ。あ、あ、なんか入ってきてる。なんとこれ。引きずったと。タマ。押し入れの方に。なんか引きずった。なんか引きずった跡ありますね。タマ。あ、タマ。タマ。あいつだ。あれ？あー！え、ピエロとは違うんだ、やっぱこいつ。あ、俺も姉ちゃんいる。ピエロ？あの軽トラっすかね？あ、でも軽トラっぽくないか。お姉ちゃん。お姉ちゃんどうしたの？ん？どこ？あれ？皿は、皿はどこ？縛られてないみたい。この部屋から出る方法あるかな？皿尾の部屋じゃん。皿尾の部屋だ。本当だ。ああ。しかも結婚もあるぞ。あのお母さん。ベルトも拾う？うん、出る方法だからやっぱこの窓をこれを。あ、なるほど。届くの？もう職人みたいに慣れてる。うわ。お姉ちゃんが。どうなってる？ここも、ここ、なんか。お姉ちゃん、お姉ちゃん。お姉ちゃん。なんか聞いてる。あれ？気づいてくれない。お姉ちゃんの部屋に行こう。車。あ、サラオじゃん？まず、おじさん帰ってきた。え、どうすんの？どうすんの？何これ、怖い。もう。え、ないないない、お姉ちゃんの部屋。お姉ちゃんの部屋ない。ここがあれだから、この右じゃん。お姉ちゃん早く逃げよう。お姉ちゃん。どうしたの？どうしたのじゃないよ。私はおじさんに誘拐してもらったの。え？レンヤも私が誘拐するように頼んだのよ。え？え？何何何？そのうちお母さんが気づいてくれるでしょ。なるほど。そしたらお母さんだって私を見てくれるよ。そういうこと。なんだこれ。めちゃくちゃなってる。ええ戻るってこと？部屋に。部屋戻ります。お姉ちゃん何と。ちょいおじさんに。あ、見つからない。見つかっちゃダメなんだ。別のドアから。一回部屋で隠れるとか。ここだ。出れない。うわ、怖っ。あのタンスの中で隠れます。隠れる？
結構猶予あるな。タンスの中、タンスの中無理。いや、じゃあ少ないな、隠れるとこ。一回行く、行くしかないですね。おじさんいるでしょ。でも怖っ、怖いな、怖っ。お、行けた。トイレだ、トイレ隠れますか。閉めれない。違うじゃん。外出りゃいいんですもん、ね。怒るでしょうね。外出ます。もう外出ちゃえばいいんじゃないですか。そうだね。うわ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 。お姉ちゃんやばいじゃん。もう外出ましょう。出ると。気をつけてください。あ、鍵かかってる。鍵がかかってる。どっかにあるかな。鍵かー。鍵がない。あっ、くしょ。トイレが勝手にしまった。何？開けたところが勝手にしまうの。そういうことか。誰もいない。鍵気をつけてね。こーわ。あー、なになになに、寝てんの。あ、鍵。こっち近づかないといけない。時間回ろう。あ、でも、ナイス、行きましょう。鍵ゲット、困らないように。ちょっとでもお姉ちゃん助けたかったな。ちょっと一旦、一旦お姉ちゃんもちょっと洗脳されてるんだけど、危ないです。僕、お姉ちゃん行く。いや、いや、一旦じゃないか。一旦助けを呼びましょう。どこに行くんだ。どこ行くんだい。ごめん、お姉ちゃんが心配するよ。お姉ちゃんも連れててよかったのか。もう怖いって。あ、また戻された。あれ、おとなしくしときなさい、お姉ちゃん。だって血があったよ、この下の部屋に。ポタポタ、何でも聞いてくれるの、ここで。 あ、そういうことかな。あ、じゃあお姉ちゃん連れて。私のことを見るようになるまで、レンヤは余計な。おかしくなってる、お姉ちゃんも。ああ、おかしくなった。もうワントライなのかな。あ、違うわ。なんかお姉ちゃんの様子がおかしい。いや、気持ち悪い。違う。お姉ちゃんにしたが、いえ。うわー。いやいやいや、ダメだよ。ここでお姉ちゃんは洗脳されてるよ。選択肢分岐か。お姉ちゃんは頼れない。助けを呼びに行こう。行く。行く。これだい。お姉ちゃんとおじさんに見つからない。お姉ちゃんにもダメだ。よし。おい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 、ちょっと待って、そんなさっきゲーム寝てるんじゃないの。そういうリトライだ。リトライできる。なるほど、ね、そういうことか。なるほどね。まあね、お姉ちゃんもダメ。うん、でもこれしかないもんな。だってお姉ちゃんに従うが、グッドエンドってことはないでしょ。さそうですけど。ワンちゃん、お姉ちゃんにし、まあそうですね、お姉ちゃんもおかしくなってるから。ここで来るから、見られちゃ終わりなのか、捕まったら終わりなのか。一回下まで行って、来た。来ました。あ、ここ歩いてんだ。歩いてる。なるほど、奥行ってた。今チャンスよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。お姉ちゃんでも、追ってきたりとかはしてないですよ。そっち行ったよ。
なんか声聞こえる。うわっ、え、やってんな。さすがに出ない。近そうなんですけど、行くしかない。そっち玄関ですよね。と聞いて、何してんの。よし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 。あ、なんかなんかある。今日も叩いてしまった。いつまであの部屋に閉じ込めておこう。皿も随分大きくなった。優しい子なのに手が出てしまう悪い母親。皿ごめんね。でもどうしても自分の気持ちを制御できない。だってどんどんあの人に似て顔が、どんどんあの人に顔が似ていく。いつかあの子ならきっと分かってくれるはず。旦那さんに暴力とかもらった。あいつずっと玄関にいるんだよな。引きつけられないとダメってことですか、これ。まあでも横を通って。横を通る？お姉ちゃん。そこ開けたらお姉ちゃんいますよね。ピアノの音聞こえる。ここにお姉ちゃんいんだっけ。なんか黄色出てきた。鍵閉まってる。鍵が閉まってる。そっちの右お姉ちゃんに。いっすか。あ、いない。お姉ちゃんその後ろだ。その後ろだ。お、うん、ここですね。でも後ろ向いてますよね、多分。ちょっと何があるか見ましょう。鍵かなんかあんの。いや、どうやって取るの、どっちとも何か引きつけるんだな。右のテーブルの上、リモコン、これだ。ああ、なるほど。消してどっか行く。どこに行こう。消して、あ、リモコン取りに来るじゃないですか。なるほど。だから右から回って、何のテレビ見てんだよ。ラジオでも引きつけられる。なるほどなるほど。お姉ちゃん来ません？あ、お姉ちゃん来ちゃいますよ。あ、やばい。なるほど。で、ここ回遊してんだ。回遊業だ。だから、男は、サラオはラジオで引きつけるのかもしれない。あ、なるほど。OK です、OK です。いけますね。お姉ちゃんは、リモコンで、あそこ回遊業。回遊業？何魚なんですか？いや、俺、お姉ちゃんに従うわ。いやいや、だってこれで、じゃあここにいて、グッドエンド。じゃあ行くか。よしよしよし。例えば、こう左の部屋とか行くと、お姉ちゃん今いないじゃん。なんかない。確かに。こんなとこによく入れんな。すぐに降りたら、あいつが、通り過ぎた音を聞いてから。あ、これで OK。これで一回、なんならそっち回らなくても大丈夫。あ、そうか。うんうん。よしよしよし。電池が必要。困ったぜ。おお。電池どこ？電池そこは。
こんな部屋に。お、ありそう、その中とか。ああ、なるほど。人形の中。危ない。危ねえ。ん？え？何今の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 ？行きます？うん。足ヒュって、ピエロじゃない。何今の？何？複雑だなぁ。うわぁ！うわ！あぁ！そんなもんあんの？やっぱやってんだよ、こいつ。ほら、お母さんだ。うわーわーわー、お母さん。そんなもんあんのかい。ちゃんと。これはもう、だったらもう、ここ見なきゃよかったよ。なんだったんだよ、これ。いや、だから。いや、そりゃ言っちゃいますよね、でも。今、俺、お母さんのあれを見ちゃったんだよ、わしを、うん。か、サラオが隠した時の。映像が。もう気持ち悪い。夢に出てきちゃう。俳優業お姉ちゃんが。なんか言ってる友達も含めてなんとかなんとか。チャンス。で、この後どうなるかな。で、一旦どっちに行くか。俳優業お姉ちゃん。もうこっち行けば行けた。ね、そうなのかな。じゃない？どういうこと？おじさん来るじゃん。あの回遊魚お姉ちゃんをのかわし方、うん、おじさん来るじゃん。こうぐるーって回ってますもんね、お姉ちゃんは。回遊魚お姉ちゃんの後ついてって、回遊魚お姉ちゃんがあの部屋を出たらスイッチつく。回遊魚お姉ちゃんって何なんだ。回遊魚お姉ちゃんは、あ、そうか、あ、そうか、それがいいや。俳優業お姉ちゃんが、行った瞬間につけて、で、コンピューターおばあちゃんが、いないでしょ、コンピューターおばあちゃん。一応見に。いや、あれ見たくないですよ、あれ。あ、行きますよ。怖かったぁ。屋根裏どうする？行かないです。一応見に。いいですって、行かなくて。もうでも、あれ必要なとこですか。もしかしたら、あれを見ないとバッドエンドの可能性。なんで見れるんですか、あれもう一回。いや、でも一回見てるから。だって嫌だよ。多分びっくりはしないと思うんだよ。いやいや、しますよ。めっちゃ怖かったもん。電池が必要。拾う。マジで見たくない、マジで見たくない。いや、だって俺も、だって俺も見たくないんだよ。本当に見たくないよ。やだ。一回見てるから大丈夫だよ。マジっすか。終わったら教えて。マジで見たくない、これ。もしまん、マジでこれ、ちょっとこれ本当見ない、怖い。あー、怖いんかい。あと誰よりもビビってるじゃん。ほら、こっちでモニター見てたから大丈夫。ずるいな。めちゃくちゃ怖いじゃん、あれ。あと、回遊魚姉ちゃんが行ったら、背後を取る、うん。で、部屋入る。その後はどうする？姉ちゃんが通りますもんね。うん。いや、で、多分これすぐ行くんだ。これね、ついてくんだと思う、回遊業お姉ちゃん。回遊業お姉ちゃんの後どこに隠れるかでついてって、回遊業お姉ちゃんはそこ入る、で、この後つけて、どこに逃げるか。で、逆お姉ちゃん来ますよ。お姉ちゃんが来る前にこっち行きますか。こっち大丈夫？来てますよ。いけた、すげえ。
で、おじさんは？よし、チャンス、チャンス。いいんだよ。いけるいける。もう一回、回遊しそうか。わかった、でもあれでやってそうじゃん。回遊魚姉ちゃん。ちょっと待って、俺もういいですよ。あれはもういいですよ、マジで。タクヤさん。あれはもういい。あれはマジでもう。だって意味ないっすもん。あれを見ないとバッドエンドの可能性ある。いや、ないあれ見ないとだって。あれはもういいって。大丈夫、もう慣れたでしょ。マジで俺慣れないっす。作業のようにやる流れるようにやるんじゃない、まあ、もう見ましたもんね、ここは鍵作業すぎて鍵取るのはずはい、フラグ拾う。もうじゃないじゃないもう、たくやさん、もう慣れたよ。もう嫌ですって、俺本当に見れない、これ怖い。なんもないじゃん。じらさないでー、もう。いや、その一番ビビるの何なんでそれやりたいんすか。あー、マジ怖い。もうそろそろ絵で描けるようになって、覚えてきちゃった怖いな、それ怖いな、ね、出ますよ、ふとした時顔覚えてきちゃった。あ、やばい、違う、ちょっと一回します。でそっち行って右に行くから、はい、チャンス。やかん有病お姉ちゃん、ナイス。もう一周じゃないよ、やっぱお姉ちゃんが取った瞬間行けばいい。そう、ここでもダッシュだ。ダッシュできないんだよ。ちょうど今鉢合わせちゃうのかな、だから。そう、結局ダメかな。どこ入りますか。あ、ナイス、それだ。危ない、ナイスね。あとおじさん、あ、こっちまだ来ますよ、多分。それで今行ったかな。いける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 、よし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 、鍵はイベンタリーじゃないですか。イベンタリー、わわわわわわ、お願い、なんで開かないの。チャリだ。チャリチンって鳴らすな。よしよしよし、抜けた。大丈夫です。まだかも、まだまだかも。よし、逃げて。え？なんか追っかけてきてるかも。後ろ見れない。逃げましょう、一旦。走ってる？シフトとか。大丈夫。よし、逃げて。見つけた。あの姫か。母ちゃんでねえや、家行くとか。あ、児童相談所のお父さん。はい。え、ああ、探しに来た。急いで。おー、なにすごいアングル。シフト。シフト、こいで。行け、頑張れ、頑張れ。危ない。ああ。連打じゃない。頑張れ！連打ではない。頑張れ！
よこれ。やばいんじゃない。いや大丈夫、まだ大丈夫。焦点もあるよ。頑張れ。シフト、シフトって出てる。どこ？知ってる。ゴールどこ？ゴールどこ？誰の家行く？え？左の道じゃないですか。左だ。左に姫香ちゃん家っすよね。姫香ちゃん家は真っ直ぐで。違うか。何？あ、ダメか。逃げ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 て逃げて。姫香ちゃん家もうすぐ？あ、そうだ。そうかも。ここ真っ直ぐだ。で、右だ。おお、何の音？何の音？待って。あ、なんか聞こえる。来てる来てる来てる。ここじゃん？姫香ちゃん家ここだよね。ここじゃない？ここです、ここです、ここです。よし、よしよし、入った。あ、小姫ちゃんちだ。小姫ちゃんだよ。姫香ちゃんだよ。姫香ちゃん。お母さん、お母さんはほら。はい。親、ね、親身に俺の話を聞いてくれ、俺とお姉ちゃんを保護してくれることになった。うん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 、おじさんの家に行き、お姉ちゃんを連れてきた、小姫ちゃんのお母さんは、お姉ちゃんの話もよく聞いてくれたようで、それからというもの、おじさんの話が上がることはなく、おじさんの姿も見ることはなく、そして俺たちは児童養護施設ってところで暮らすようになった。よかった。とりあえず良かったんじゃない？良かったのかな。押すよ。うん、P なんだったんだ。あ、児童養護。児童養護施設。お姉ちゃん大丈夫かな？あ、いる。お帰りなさい。あ、学校どうだった？大丈夫になった？お姉ちゃん、うん、大丈夫そうじゃん。大丈夫そうか。あの時はいろいろあったね。いろいろあったね。でもこの暮らし楽しいよね。よかった。レンヤはお母さんのこと怖がってたしね。うん、ちょっとやっぱ おかしくなってたんだ。あれ、お母さんじゃない？私がこの子たちを見ますので連れて帰ります。やばい。私はこの子たちの母親なので。え、大丈夫？あ、ごめん、読みましたよね、レンヤ。うん、お母さん来た。あんたたちどうしてこうなったわけ？どこにいたのよ。頼む。お母さん立ち直ってくれ。なんでお母さんがほっとくからでしょ。ね、さっき。答えなさい。お母さん。あ、おじさんの家。私が頼んで誘拐してもらったの。え、言うんだ。あ、誘拐？なんてことしてくれてんのよ。そのおじさん何なのよ。お母さん、違うの。うん。うるさい！さっき子は黙ってなさい！なんでよ。私の子供を誘拐して私に迷惑をかけるなんて。あれ？いい度胸してるじゃない。おお、いいぞ、いいぞ。他人の家庭事情に首突っ込むなっての。いける？この子たちは帰って生きていけるってのに。お母さん。余計なことしやがって。二人でいける？皿をいける？このままじゃ気が収まらない。うわ！サラオのとこ行くの？ちょっとおかしくなってない？おかしくなってきてない？これ何この展開。この展開どういうこと？そのおじさん捕まったよ。別に。ちょっと待って、誘拐犯ね。こっち向きなさいよ。フラッシュバックしようよ。ああああああ、私の子供を。ああちょっと待って待って、いや本当にやめて、本当にちょっと待ってよ。子供を何だと思ってるの？ちょっと待って、読みがっちゃうよ。サラオがおかしくなっちゃうから。サラオ、サラオがおかしくなっちゃうから。あんたがどうこうしていい子じゃないんだよ。お母さんもやめて。刺激しないで。刺激しないで。母親である私だけがこの子たちを好きにしていいの。それは違う。子供は親の言うことだけただ聞いてればいいの。あ、やばい。あ、サラオがやばい。子供にとっての幸せはただそれだけ。あんたには分かんないでしょうがね。ねえ、聞いてんの？お母さん。やばいやばい。お母さんやめよう。ねえ！あ、お母さんやばい。やめて。あ、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 
何それ？笑っている！グッドエンディング。待って、この曲良くない？確かに、なんでこんなんいいけど、うわなんかすげえよくできてんなこれ。ちょっと待って、だから嬉しかったんだ、お母さんが呼んでくれて、お母さんが憎かったからやっと解放されたみたいな、うん、まさかの自分の中の最後の救世主になっちゃった。さあ、これすごいな。え？待って。この曲よくない？これはグッドエンディングなんじゃないかな。まあバッドだったら、もう一回やり直しとか。まあ、グッドっていうか、うん、そうだね。まあまあ一つのエンディングとして、うん、なるほど。結局こうやってネクストサラオが生まれてくるんだね。なんかこんな、ね、なんかストーリーもやっぱ通うごとに、いやすごい複雑になってきたんですね、うん、万引きだけなぜさせた。でもあれのせい、おかげで助かったかもしれない。飯食う飯がないから。確かに、 確かに、うん、あれを見てたんだよ。ピエロも、ね、いやー面白いけどやっぱ怖いな。面白かった。ピエロなんだった。いやそうっすね、そこが謎。いやだから精神状態だよ、レンヤの。あ、なるほど、うん、自分の中のピエロ、自分の中のピエロが最後弾けたんだ。はあ、なるほど。いやちょっと考察動画も後で出そう。出さない。出さないです。いやでも深いね、ちょっと深い。いや面白かったです。はい、はい、ということで、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ、はい。